コロッサス級装甲艦は、イギリス海軍の装甲艦の艦級。コロッサスエジンバラの2艦があり、いずれも1878年から79年度計画で建造された中央定型配置砲塔艦である。1艦尾方向から見た2番艦、エジンバラ。本級は、イギリス海軍が自国の沿岸防衛のために建造した砲塔装甲艦である。 全球のエイジャックス急走甲艦の改良型である。本級の特徴は、イギリス主力艦で初めて手法を後装填式とし、また当時は鉄製が一般的であった船体をすべて鋼鉄で作り、砲塔も減速装甲も複合装甲として防御力を高めたことである。しかし、相変わらず、手法をボイラー室を挟んで配置する、定型配置を採用し続けたことや、 水面からあまり高さのない還元など、沿岸モニター間から設計が脱却しきれていない面も見られる。本級の武装、装甲配置を示した図。本艦の基本構造は、平ら甲板型船体の装甲フリゲートで、艦首水面下に昇格を持ち、全部マスト後部に船橋を持つ環境が配置され、船首楼は環境の後部で終了し、そこから甲板一段分下がって、 船体中央部に一本煙突が配置され、煙突を前後に挟む形で、アームストロングマークス I30.5 センチメートル5装填砲を2問ずつ収めた、円柱状の連装手法と2機が左右互い違いに配置されていた。その後部に、甲板1段分上がって、後部マストが立ち、後部甲板上には、関西艇が置かれ、後部マストの基部についた、ボートクレーンにより運用された。 手法は、アームストロングマークスアン3 0 5 c m 五装点砲を採用した。その性能は 324kg の砲弾を最大行十12.5度で 8600m まで届かせられた。この砲を新設計の連装砲塔に収めた。不要能力は行十12.5度、深く三度である。旋回角度は単体守備線方向を0度として、 左右170度の旋回角度を持つ、主砲身の不要、砲刀の旋回、砲弾の溶断、装填は主に水圧で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は3分間に一発が発射できた。1879年6月6日に、ポーツマス造船所にて、寄港、1882年5月21日浸水、1886年10月31日、 春光、1908年10月6日、売却、解体。1879年3月20日に、ペンブローク造船所にて、寄港、1882年3月18日浸水。1887年7月8日、春光、1910年10月11日売却、解体。ありがとうございます。